ビルマは19世紀後半、コンバウン朝の滅亡とともにインド帝国に併合されました。1930年代になると、タキン島による独立運動が展開されます。イギリスは1935年の法律でビルマを直轄植民地にしました。フランスの保護国とされたベトナムでは、新仏戦争で勝利したフランスがフランス領インドシナ連邦を形成し、さらにラオスを保護国化し、後にこの連邦に組み入れました。20世紀になるとパンボイチャウラが恒仏団体を結成し、日本への留学運動であるドンズー運動を進めましたが、1907年の日仏協約によって挫折します。その後はより急進的な幸福会が結成され、幸福独立闘争が展開されました。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。東京横浜で家庭教師をやっておりますので、興味がある方は概要欄からメールをしていただければと思います。それではまた。